ジャーシングス・ミチの世界は、ダファー兄弟が制作し、ネットフリックスで配信されているアメリカの SF ホラードラマテレビシリーズである。兄弟は、ショーランナーを務め、ショーン・レビ、ダン・コーエンと共に制作組織を務めている。2016年7月15日に、ネットフリックスで初配信された。1980年代、インディアナ州の架空の街、ホーキンスを舞台に、 1> 第1シーズンでは、粘土力を持つ少女が現れるなど、街のあちこちで超自然的な出来事が起こる中、少年の失踪事件の捜査に焦点を当てている。第2シーズンでは、ウィルが逆さまの世界にいたことによる、副作用で現実の世界に実体が入り込んでくる様子が描かれる。第3シーズンでは、イレブンとマイクの関係に焦点を当て、子供たちが、 アップサイドダウンの実態との戦いを続ける。出演は、ウィノナライダー、デビット・ハーバー、フィン、ボルフハルト、ミリー・ボビー・ブラウン、ゲーテン・マタラッツォ、ケーレブ・マクラ・フリン、ノア・シュナップ、セーディー・シンク、ナタリア・ダイアー、チャーリー・ヒートンだ。ダファー兄弟はこのシリーズを、操作ドラマと超自然的な要素を、ホラー、SF、子供のような感性で描いたものとして開発した。 1980年代を舞台に当時のポップカルチャーを参考にしながらスティーブン・スピルバーグ、ジョン・カー・ペンター、スティーブン・キングなどの作品や日本アニメ、ビデオゲームなどからインスピレーションを受けたテーマや演出を取り入れている。また、冷戦時代に行われた奇妙な実験や政府の秘密実験にまつわる 現実世界の陰謀論からもインスピレーションを受けている。本作はネットフリックスで記録的な視聴回数を獲得し、広く活発で国際的なファンを獲得している。このシリーズはそのキャラクター性、テンポ、雰囲気、演技、サウンドトラック、監督、脚本、そして1980年代の映画へのオマージュなどが評価されている。シリーズは プライムタイムエミー賞に39回ノミネート、ゴールデングローブ賞に4回ノミネート、英国アカデミー賞テレビ部門に1回ノミネート、全米監督協会賞に2回ノミネート、全米脚本家組合賞に3回ノミネート、グラミー賞に3回ノミネートなど、複数の賞やノミネートを受けている。また、全米映画俳優組合賞、アメリカンフィルムインスティチュート賞2回、 クリティックスチョイスアワードテレビ部門1回、ピープルズチョイスアワード3回などを受賞しました。2019年9月、同シリーズは第4シーズンの配信が発表された。ダファー兄弟は第4、または第5シーズンで終了する可能性が高いと述べている。1983年11月6日、インディアナ州のホーキンス国立研究所付近で12歳の 少年ウィル・バイアーズが失踪する。ウィルの母のジョイスは必死に息子を探し、警察署長のホッパーが捜査を始める。頭を剃った謎の少女エルが現れ、ウィルの友達の少年たちと知り合いになる。失踪事件は続き、エルは不思議な能力を見せる。ホッパーは研究所を調べ、調子全現象が研究されていたことを知るが、捜査は妨害される。 エルは研究所で自分が実験台であったことを思い出し、少年たちと協力して、ウィルを救い出すために裏側の世界に入る。1984年10月28日、エルは政府から隠れてホッパーと一緒に住む。マイクに会いたがるが許されない。エルは逃げ出して、トランス状態の母親に会い、シカゴに生き自分と同じく調能力を持ち、実験材料にされた少女狩りに会う。 仲間の危険を感じて、ホーキンスに戻る。ホーキンスでは転校生の少女マックスが少年たちの仲間に加わる。ウィルは再び裏側の世界の原始に取りつかれる。ホーキンスには異変が続発し、街の地下には裏側の世界に通じるトンネルが張り巡らされ、街には巨大なナメクジのごとき怪物マインドフレイヤーが跋扈する。ナンシーとジョナサンは死んだ。バーバラのため。 研究所の真相を明るみに出す。ウィルはマインドフレイヤーに支配されて研究所の兵士を罠にかけ、マインドフレイヤーがほとんどの人間を殺す。ジョイスラはウィルの体内のウイルスを追い出して、マインドフレイヤーと切り離す。エルはウィルの指示に従い、かつて自分が開いた裏側の世界へのゲートを閉じる。1985年夏、エルはマイクと恋仲になり、 ホッパーを不快にする。ホーキンスのショッピングモールの地下部近くにソ連が秘密基地を建設して裏側の世界へのゲートを開く。ホッパーとジョイスは直気を調べ秘密基地の存在を知る。マインドフレイヤーが侵入してマックスの義兄のビリーを皮切りに多くの市民に憑依しエルやナンシーらと戦う。怪しいロシア語の通信を傍受したダスティンはスティーブ。 その同僚のロビン、ルーカスの妹エリからと共に秘密基地を調査する。仲間たちはモールに合流し、マインドフレイヤーと戦う間に、ホッパーが自分を犠牲にして、ソ連の装置を破壊し、世界は救われる。3ヶ月後、超能力を失ったエルとジョイス一家はホーキンスから引っ越す。裏側の世界と呼ばれる、平行世界に潜む邪悪で、肉体を持たない存在として登場する。 裏側の世界では、すべての生き物が、マインドフレイヤーの巣の延長線として働き、別次元から自らをウィルたちの住む世界へと広げようとする、マインドフレイヤーの欲望に基づいて考え、行動する。シーズン1では、ウィルが、裏側の世界にいる間にその体に侵入し、彼を介して、ホーキンスを密かに自分たちの世界と同じように、改造しようとする。そして、 ウィルと入れ替わるようにして付加したデモホルゴムを送り込む。シーズン2では裏側の世界と同じようするために世界を改造し、その改造計画に干渉する人々をデモドッグを使って排除にしている一方で、その一部がウィルの体に植え付けられていたことが判明する。イレブンたちがマインドフレイヤーの侵略の足がかりを断って裏側の世界、 とのゲートを何とか閉じた一方で、ウィルの体から追い払われた、その一部は、ブリムボーンスチールワークスに逃げ込む。シーズン3において、ロシア人たちによって開かれた新しいゲートにより、マインドフレイヤーは単理した体の一部をマウスを、手始めに生物に感染させ、その細胞成分を吸収することで、自らの器としての体を作らせる。マインドフレイヤーはほぼイレブンを殺すことに、 成功しかけるが、ジョイスとホッパーによるソ連の秘密研究所への潜入と、新しいゲートの閉鎖により足掛かりを失う。2016年7月15日に一括配信された。2017年10月27日に一括配信された。2019年7月4日に一括配信された。第69回クリエイティブアーツミー賞では、キャスティング賞、メインタイトルデザイン賞、 メインタイトルテーマミュージック賞、編集賞、音響賞の5部門を受賞した。第70回クリエイティブアーツエミー賞では、音響賞を受賞した。第45回ピープルズチョイスアワードでは、テレビ番組賞、テレビドラマ賞、テレビ女優賞を受賞した。ありがとうございます。